アンバサは日本コカ・コーラから発売されている父製炭酸飲料である北九州コカ・コーラボトリングの提案により開発された商品で1981年当該地域で 200ml のリターナブルビン入り製品が発売され翌1982年に缶入り製品が全国発売されたこの製品は当時人気を誇ったカルピスソーダやスコールの 競合品として生み出されサワーホワイト、パインアップル、メロンのフレーバーが発売された。このうち、サワーホワイトについては1984年5月から韓国でも発売された。1980年代後半になると取扱いボトラーも減り、一部地域での販売となった。1991年には、その年に大ヒットしたカルピスウォーターの人気にあやかって、 ホワイトウォーターを発売。出足は順調だったが、カルピスの画像を崩すまでには至らず、ポストミックスで細々と売られる状態が長い間続いた。2003年以降、コンビニエンスストアや一部地域で販売が徐々に再開され、2013年頃にはアンバサブランドを関する製品が再び全国で見られるようになった。なお、日本コカ・コーラの公式サイトには、 一切製品情報が掲載されていない製品でもある。自販機の 250ml 缶、サワーホワイトサワーホワイト初代デザイン 200ml リターナブル瓶、300ml ワンウェイ瓶、250ml 缶、350ml 缶が販売された。1993年頃販売終了。2003年に復刻缶クラシックデザインとして490。 ミリリットルボトル缶を販売。2005年発売デザインを主に490ミリリットルボトル缶と300ミリリットルボトル缶が流通していた。350ミリリットル缶は沖縄のみの販売。2006年発売デザイン当初は490ミリリットルボトル缶、300ミリリットルボトル缶、280ミリリットル缶での発売。その後490ミリリットルボトル缶は、 販売終了。2009年販売者をコカ・コーラカスタマーマーケティングに変更したと同時に内容、成分を変更し、100ml あたりのエネルギーが以前の 100ml、54kcal から 52kcal になった。各地で販売されている容器、容量がまちまちである。また、缶製品とペットボトル製品は原材料を呼び、味設計が一部異なる。 パインアップル 200ml リターナブル瓶、300ml ワンウェイ瓶、250ml 缶が販売された。メロン 200ml リターナブル瓶、250ml 缶が販売された。ホワイトウォーター初代、1991年発売デザイン 250g 缶、350g 缶、1500ml ペットボトルが販売された。 2009年発売デザイン 350g 缶のみ。北陸、東北、北海道では未発売。2014年発売デザイン500マルパッドのみ。パッケージデザインは3種類。四国限定発売。いちごウォーター1992年発売。350ml 缶のみ。ありがとうございます。